どうも、イングリッシュコネクティーチャー、徳です。このチャンネルでは、ゲストハウス時の英語講師が、ゲストハウスの紹介と、10分英文法の動画、この2本をお届けしております。が、もう、最近ね、もうずっとゲストハウスの紹介は一向にせず、で、ツイッターでは、ツイッターも最近ちょっと初めて、画像とか上げてるんですけど、なんだ、カフェ巡りを始めたという、ゲストハウスどこ行ったっていうような感じですよね。最近でも面白いところもあったんですよ。泊まれたところで。ちょっとマジで教えたくない、めちゃくちゃいい宿だったんで、ちょっと載せることはないと思うんですけども、まあ、ゲストハウスも泊まりながら、ちょっと紹介はね、したいですけど、今はちょっと1分英文法、10分英文法の作成の方が楽しいというか、ちょっと力入れたくて、コツコツやっているという次第でございます。はい。ということは、そんなことはどうでもいいんですけど、今回ですね、過去完了形と過去完了進行形というような内容に入っていきます。で、今回割とね、ボリュームが多くて、で、かつ、めちゃくちゃ言いづらいじゃないですか。過去完了進行形で。ちょっと噛み噛みで聞きづらいところもあると思うので、マジで、ちょっと気になる方とかわからないって方はコメントください。ご自由に。すぐに返させてもらいます。ということで、今回も練習問題からいきます。経験を伝えるとき、過去完了形を使う。過去完了形とは、過去のある時までに起きた事実を経験として強調したときに使う形です。語順です。S プラス had プラス VPP プラス、よくセットで before が使われることがあります。訳です。S が V した時より前、S は V したことがあった。語順は助動詞と同じですが、had の後ろは過去文章を使ってください。では、例文見ていきましょう。I visited Australia before I was 10.I had visited Australia before I was 10. 私は10歳より前にオーストラリアに行った。私は10歳より前にオーストラリアに行ったことがある。このことがあるという微妙な経験というニュアンスを had をつけることで強調してあげています。こういうふうに動詞の前に動詞が来る、すなわち助動詞のような形になると微妙なニュアンスが付け加われますよね。次の例文も同じような感じです。I tidied up my room. I had to tidy up my room. 私は部屋を片付けた。私は部屋を片付けなければいけなかった。このように、過去あるときまでの経験をするとき、過去完了形を使いましょう。ポイント2、過去継続中だった内容は、過去完了進行形を使う。過去完了進行形とは、過去のあるときまでし続けていたことを表現する形です。すなわち、前まではずっとやってたけど、今はやってないというようなときに使う表現ですね。語順です。S plus have plus then plus VING plus、これもよくセットで before が使われます。訳です。S が V したときより前、S は V し続けていた。補足、これも省略形があります。I am が I'm になるような感じですね。I had は I'd、You had、You'd、We had、We'd という形もあるんで、ちょっとまあ他もちらっと見ておいてください。では例文見ていきましょう。We have been living in Japan before we moved to Australia. 私たちがオーストラリアに引っ越す前、日本にずっと住んでいました。すなわち、オーストラリアに引っ越すまでは日本に住んでたけど、今は住んでないってことですよね。次の例文も、It had been raining before I woke up. 私が起きる前、雨が降りつけていた。すなわち、起きるまでは降ってたけど、今は降ってないってことですよね。このように、過去継続中だった内容は、過去完了進行形を使いましょう。補足、過去完了形の完了用法について。過去完了形の完了用法とは、過去ある時に同時に起こったのではなく、先に起きていたという順序を強調する形です。語順は経験用法と同じ。相手役にするなら、S が V した時、S はもう V していたという完了状態を表す役になります。補足です。ここで過去進行形の訳とも注意してください。過去進行形も S は V していたって同じ、していた、していたっていう日本語になります。が、進行形の場合はコードの最中でしたよね。すなわちまだ終わっていないということです。では例文見ていきましょう。I finished my homework when he asked me. I have finished my homework when he asked me. 彼が聞いていた時、宿題が終わった。彼が聞いていた時、宿題がもう終わっていた。最初の方は、まあ、ほぼ同時に終わったというような感じですかね。で、一方、次の方は、聞いてこられた時にはもう終わってて、他の授業の復習とか別のことを教えたっていうような感じです。
というふうな使い分けを完了法ではします。で、補足にもあるように before のようなどっちが先かとか分かるときには過去完了形で示すような場合を過去形で示すときがあります。こういうふうな使い分けに少しずつ慣れていきましょう。はい、お疲れ様でした。さて、ここからは答え合わせとまとめに入っていこうと思います。では1番からですね。前回より前にもあのカフェに行ったことがあった。もうこれあれですね、デート中に言ったら空気気まずくなるランキング1位のフレーズですね。なんかあのカフェ行った後に、おさっきのカフェどうだったって言った後に言われたら、もうこれはちょっとゾッとしますよね。もうそのことは置いといて、これどっちが答えかって感じですね。過去のある時よりも前に経験したことの時には過去完了形を使いました。まあ微妙なニュアンスの強調ですね。で、これは2番が正解の選択肢になります。 I have been to the cafe before。 で、次2番目、前まではずっとゲームしてたんだけどねっていう風に、前はずっとしてたけど今はやっていないことを表現するときには過去完了進行形を使いました。なので I have been playing game before の1番が正解の選択肢です。では3つ目、連絡をもらうまで知らなかった。これは、否定文の作り方の話ですね。語順は助動詞と同じです。なので had の後ろに not を入れてください。で、1番 I had not know about it before you text me が答えの選択肢となります。さて、ではまとめいきましょう。今回、過去完了形と過去完了進行形についてやっていきました。一つ目のポイントですね。過去ある時より前までの経験をするとき、過去完了形を使う。これもね、なんか過去形とほとんど一緒やんというふうに思うんですよ。僕も思いました。でも、なんかその微妙なニュアンスを強調したときには、had をしていることで、その助動詞のような使い方をするというイメージですね。で、次、二つ目。これが一番わかりやすかったと思います。過去継続中の内容は過去完了進行形を使う。まあ、前まではずっと言ってたけど、今はやっていないこと。まあ、よくありますよね。なんか、前までハマってたこととか、前までしてた習慣とか、そういう時によく使うような表現だと思います。で、最後、補足ですね。過去完了形の完了用法について。何やねん、経験とか完了とか、ややこしいなと思う方も多いと思いますが、まあ、完了用法については、最後、補足にもあったように、before とか、まあ、どっちが先かとかわかる場合には、過去完了を使う場面でも、過去形を使って表現する場合があります。なので、まあ、慣れるまでは過去形で代用しても大丈夫って感じですね。という形で、今回もお疲れ様でした。で、ちょっとね、今回過去完了形と過去完了進行形やって思ったんですけど、まあ、なんせね、結構ボリューミーですね、このあたりは。ちょっと僕も無駄口が多かったっていうのもあるんですけど、ごめんなさい、1分で収まるところは正直1分5、6秒ぐらいやってます。ちょっとこれはもう申し訳ないです。ちょっと5、6秒くらいちょっと一緒に長く勉強していきましょう。はい。ということでですね、この最後の話をまあ、あと少しですね、10秒、20秒で終わってしまうので、お知らせというとお知らせですけど、まあ、次回が未来競技なんですね。Will とか Be Going とかよく聞くやつで。ちょっとこのぐらいはもう一緒にやっていきましょう。ただまあ、チャンネル登録とか気になる方いればコメントもよろしくお願いします。では、お疲れ様でした。